東京電力は福島第一原発が大津波に襲われた瞬間の写真を初めて公表しましたこれは3月11日、大地震からおよそ1時間後の午後3時40分ごろ撮った写真です4号機付近にある軽油タンクを津波が襲う瞬間ですこのタンクは地上からおよそ10メートル、海面からおよそ15メートルの位置にあるということです 実際に津波の高さは14メートルから15メートルだったということが裏付けられています。一方、昨日2号機の原子炉建屋に作業員が入った時の写真が公表されました。湿度が高い建屋内ではところどころに水たまりができ、蒸発した燃料プールの水が冷えて小雨のような状態で降っていたということです。また、昨日は3号機の原子炉建屋にも事故後初めて作業員が入りました。